おはようございます。大人水族館のしゅんです。こちらは我が家で飼育しているアフリカウシガエルでございます。今からこの子に餌やりをしていくんですけれども、今回与える餌はこちらです。じゃじゃん、ひよこの頭ですね。爬虫類の餌用として購入したひよこを裁断したものになります。このぐらいのサイズであればね、余裕で食べれると思いますね。早速与えていきましょう。どうぞ。食べないかな。反対側から差し出してみましょう。あれ、食べないですね。バクつくかと思ったんですけどもね。あ、いらない。あ、これは食べませんね。ちょっと意外。じゃあいつもの餌を差し出してみましょうかね。いつも与えている餌用ゴキブリのデュビアです。どうだ、食べ慣れている餌だと思いますよ。おー、食べた。おっとっとっと、あららら、あらら、食べた食べた。食べますね。ゴキブリだったら食べるんだね。食べ慣れてるし、まあサイズがひよこまだちょっと大きかったかな。まあゆくゆくはね、このアフリカウシガエルっていうのはネズミも食べるようなカエルですからね、ひよこも成長したら平気でね丸飲みしてくれると思うんで、まあもうちょっと後かな、食べるのは。ゴキブリもうちょっと与えます。狙って狙って、はい、食べた。いいね、いつもの餌ですよ。昆虫中心です。昆虫中心というか、今のところゴキブリとコオロギ、ミルワーム、虫しか与えてないですね。マウスもね、ピンクマウス差し出してみたことあるんですけどもね、少し前に。その時食べなかったんですよ。ひよこだったら、ひよこの頭だったらどうかなと思って今回差し出しましたけれども、食べず。まだ食べるよね、ゴキブリ。はいよ。ハンティングが上手ですからね、アフリカウシガエルはね、ツノガエルと比べるとね、すごく上手ですよ。待ち伏せ型というよりは自分から積極的にね、動いてるものにね、こう反応して追いかけて食べるっていうような様子ありますからね。まあそう言いながらちょっと口元に差し出しますけれども、もういらない、いらないね。今日はもういらないみたいです。はい、今後の成長もね、時折動画にしていくと思いますので、よろしければチャンネル登録してみていただけると嬉しいです。そんな感じで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。